勢いだけでなんとかなるなら騎士団とか必要ないっつーの。まあ未来勇者研究所のリーダーっぽいからいいんじゃね。
あんた誰？僕たちは壺とか絵画とかを買う趣味ないし、今ちょっと急いでるからまたにしてほしいわけだけど。私を何だと思ってるんだ君は。私は君たち二人に伝えなくてはならないことがあって、もうすぐ最悪が起こる。それはこの大陸にとって非常に厄介なものだ。最悪。オカルト系か。お札とかそういうのもいらないよ。それに占いなんてあんまり信じてないんだよね僕。今は真実とも、いずれ分かる時が来るだろう。お前の覚悟は世界を救う鍵だ。覚えておくことだ。それでは私はこの辺で去るとしよう。また会うこともあるだろうが、その時まで少しでも成長しておくことだ。そうだ。獣人族がこんなところまで侵攻してくるとは。埼玉エリアはもうダメかもしれないな。しかし俺が生まれ育った場所、守り抜いてきた埼玉エリアの平和をこんな簡単に崩されてたまるか。必ず守り抜いてみせる。覚悟しろ。人間の力を見せてやる。正義の味方が助け立ちしちゃうんだな。ピンチに颯爽と現れる僕ってしびれるほどイケメンだと思うんだよね。
試してみろよ。俺様たちを甘く見てること後悔しても知らねえからな。行くぞカット、プロジェクトベータだ。大丈夫か？